シャローム、ウクレレフレンズの皆さん、こんにちは。ウクレンチャンネルのレンです。今日も動画に遊びに来てくださってありがとうございます。はい、ということで今日はですね、私が普段演奏動画とかこういったおしゃべりの動画で使っている外部マイクについてお話ししていきたいと思います。はい、こちらもですね、ウクレレフレンズさんたちから、質問いただいておりまして、レンさんの演奏動画とかおしゃべりの動画、すごく音声がクリアに聞こえるんですけど、どんなマイク使ってるんですかっていう質問をですね、たくさんいただいているんですね。で、私もそれはちょっと企業秘密とか言わずにですね、皆さんにどんどん素敵な演奏動画とかね、撮っていただきたいんで、私の今使っているマイクについて紹介させていただきたいと思います。なので、スマートフォンで演奏動画撮ってるんだけど、ちょっとね、音質が物足りないなとか、雑音が入っちゃうなとか、お悩みの方、今日の動画参考にしてくだされば嬉しいと思ってます。で、早速本題なんですけど、私が使っているマイクはこちらです。じゃん、ゼンハイザーっていうメーカーの MKE600 っていう外部マイクを使っております。こちらはですね、カメラ用のショットガンマイクなんですよ。で、結構いいお値段するんですけれども、もうこちらすごい気に入って、多分ね、2018年の末ぐらいに導入したのかな。ずっと愛用しております。で、こちら何がいいかと言いますと、雑音をあまり拾わないんですよ。部屋の環境音もそうですし、あとこうマイクって使ってみたことがある方はわかるかもしれないんですけど、ホワイトノイズっていうのが必ず入っちゃうんですね。あの、無音の状態の時にもサーっていう小さい音がね、入っちゃうんですけど、安いマイクになればなるほど、そのホワイトノイズの大きさがすごい大きくなっちゃって、すごく耳障りなんですけど、こちらのね、 MKE600 っていうマイク、今カメラにつけているんですけど、あのね、雑音がね、少ないんです。あの、ホワイトノイズが少なくて、あとエアコンの風の音とか、冷蔵庫のモーターの音とか、もうこのお部屋の中にもたくさんの家電があるんですけど、そういう音をね、あまり拾わないんですよね。で、今絶賛赤ちゃんが起きていて、カメラの向こう側で遊んでるんですけど、だからちょっとね、音が入ってると思うんですが、そういう音もね、あんまり拾わないんですよね。なので、私このガンマイクすごく気に入って使っております。で、これだけを聞いているだけではわからないと思うんで、今日は、こちらのメインのカメラは MKE600 を使って撮っていて、こちらは iPhone ですね。 iPhone11 のインカメラで撮っている動画なんですけど、音声は iPhone そのまま内蔵マイクで撮っております。で、これをね、編集時に比較できるようにしたいんですけれども、同じ状況で撮った場合にどれだけ音質の差があるのかをちょっと聞いていただきたいんですね。おしゃべりの声もそうですし、あとでちょっとウクレレも弾きたいなと思ってるんですけども、そちらの音質もよく聞き比べていただけたらなと思っております。で、こちらですね、値段はAmazon で3万円台後半ぐらいですかね。結構高いマイクなんですよ。だから導入できる方もいれば、できない方もいらっしゃると思うんで、そんな方のためにですね、もう一本マイクを用意しております。はい、こちらですね、こちらロードのビデオマイクロ、こちらはですね、7000いくらかで買えるマイクで、結構ね、あの、優秀なマイクと言われているマイクです。私以前にですね、真冬のウクレレ展っていうね、イベントに行った時に、あの、その時 iPhone で撮影してたんで、 iPhone って結局この環境音っていうか、こう周りの音も全部一緒の音量で拾っちゃうじゃないですか。で、ザワザワした会場だと自分が喋ってる声がなかなか聞こえづらいかなと思ったんで、その時のためにこちらを買って使ったんですね。で、手前で喋ってる自分の声を大きく取ってくれて、かなり良かったんですけど、音質としてはね、まあ iPhone よりはいいかな、 iPhone とか iPad よりはいいと、クリアになると思うんですけど、満足できるかって言ったらちょっとわからないですけど、その辺も比較していただければと思います。
で今ね、あの赤ちゃんがビニールで遊んでるんで、カチャカチャした音がカメラの向こう側で聞こえてる状態なんですけれども、この MKE600 はですね、あの指向性がかなりこう限定されてるんですね。マイクって指向性っていうのがあって、どの範囲の音を拾うかっていうのがそれぞれのマイクであるんですけど、この MKE600 はですね、だいたい45度ぐらいかなの、あのカメラの前にある音を取るように設計されているので、カメラの背面の音とかは拾いにくいんですね。 iPhone も、インカメラにしている場合はなるべくこちら側の音を拾うようになっていると思うんですけれども、それでも周りの環境音ね、結構拾ってくると思うんですね。今ちょうど赤ちゃんがガシャガシャするのをやめてしまったんで、ちょっとね比較できないかもしれないんですけど、でこちらのロードビデオマイクロはですね、かなり入力レベルが高いというか、あのしっかりこう集音してくれるんですよ、大きな音で。そんな感じの違いがあるんですけど、いかがでしょうか。ちょっとウクレレを弾いて比較してみたいと思います。いかがでしたでしょうか。それぞれのマイクの違いがお分かりいただけたかなと思います。ちょっとパソコンのスピーカーとかスマホのねスピーカーだと分かりづらかった方は、ぜひねイヤホンとかヘッドホンで試してみてください。はい、という感じで、ゼンハイザーの MKE600 なんですけれども、こちらね喋り声を取るにもクリアに聞こえるし、演奏も結構いい感じで聞こえたんじゃないでしょうか。で、こちらショットガンマイクなんで、あの使い方によるっていうか、私の場合はですね、この生活音がすごく入っちゃう環境で撮影しているんですね。なのでなるべく周りの音を拾わないっていうことがすごく前提条件としてあって、いわゆる楽器集音するときにコンデンサーマイクとか使うじゃないですか。そういうのよりは、周波数帯が劣るんですね。だからね、あのすごく音域を音の音域を
上から下まですごいしっかり取りたくて、防音設備がある方とかでしたらコンデンサーマイクが一番いいと思うんですけれども、ちょっとねこういう生活音がこう入っちゃうような方はこっちの方がね私としてはおすすめなんですよね。で、周波数帯はですね 40Hz から 20kHz となっているんですよ。で、例えばコンデンサーマイクで結構有名なオーディオテクニカの AT2020 とかあるじゃないですか。確かあれって周波数帯が 20Hz から 20kHz かなっていう感じで、そういうのに比べるとちょっとね 40Hz からなんで拾える音域は狭くなっているんですけれども、私ねなんかこう広ければ広いほどいいっていうよりはやっぱりパッと聞いた時にいい音だって思える音ってあると思うんですよなんかねこうもっと感度が高いマイクで撮った音が必ずしもよく聞こえるかというとまた違うっていう感じがしていてですね、私の現時点ではこの MKE600 はそういう意味ではパッと聞いた時にあいい音で撮れてるなっていう気がするマイクなんですね。でこちらですね、このマイクは電池を入れて使うマイクになっています。単三電池1本入れることによってかなり長い時間、170時間だったかな、かなり長い時間ね持つんですよ。あんまりだから変えなくていい感じなの。それで、スマートフォンでこちらを使いたい方っていうのはですね、ケーブルが種類が違うので注意しなきゃいけないんですけど、型番がね、ここに出しておきますね。この i がついているのが、スマートフォン用なんですよ。こっちのジャック見ていただけると、はい、ここの形状がねちょっと違うんですね。これがスマートフォン用のなってます。でこういうのをつけてね、iPhone とか今の iPhone だったらイヤホンジャックがないのでこれを使う必要があるんですけど、これをつけて使うっていう感じですね。でロードのビデオマイクロの方も一緒で、こちらについてくるケーブルはですねカメラ用のケーブルなんですよ。でそのままだとスマートフォンでは使えないのでこっち、これを買い足す必要があるんですけど、 SC7 ってやつ、こちらを使うことによってスマートフォンにつなげてくることができます。はい、こちらが MKE600 の外観になるんですけれども、ここにですねスイッチがついていて、でその上がバッテリーの残量を確認できるランプになってます。でその上がローカットスイッチですね。でバッテリーの残量はスイッチを入れて1秒点灯した場合は十分あるっていうことで、残りの使用時間が8時間以内になると点灯するようになってます。で切れるとしばらく点滅っていう感じで、バッテリーの残量を確認することができます。でこのローカットスイッチなんですけれども、こちらをですねオンにすることでマイクの本当にこの真横の音をより拾いにくくなるんですね。室内のエアコンの風の音なども軽減できたり、外に行った時にはね風の音とかですかねを軽減できたりするみたいです。私は常にオンにして使っています。で風切り音はですね別売りのウィンドスクリーンをつけることによって、こちらの付属品のものよりももっと、軽減することができるそうです。でこのショックマウントがかなり優秀でですね、私は一眼レフにつけて使っているんですけれども、一眼レフってオートフォーカスになってるじゃないですか、動画撮るとき。そのオートフォーカスが動くたんびに、カメラの中ではジリジリした音が鳴ってるんですよね。それをですねほとんど拾わないんですね、そのオートフォーカス駆動音を。これがすごく優秀なショックマウントになってます。でつなぐときに使っているのがこちらなんですけれども、こちらのケーブル、見ていただくとちょっと違いがありますよね。こっちが KA600 でこっちが KA600i っていう方なんですね。このただの600っていう方が一眼レフとかにつなげる用のケーブルになっていて、でこの 600i っていう方がモバイルの端末、スマートフォンとかiPhone、iPad につなぐときに使うケーブルとなっております。
で K600 はこの純正でないと正しく使えないらしいんですね。同じようなケーブルをお持ちの方もこちらの純正のケーブルを買う必要があります。3000円くらいで出てるかな。で取れる音声はモノラルです。このね 3.5 ミリの変換ケーブルでは音質が多少劣化するらしいんですよ。だからこのマイクの本領を最大限に発揮させたいっていう方は XLR ケーブルっていうのでつなぎます。でそのケーブルをオーディオインターフェースなどにつないで使っていただくとその辺が改善できると思います。プロの現場ではですねこっちのプラグインは使わないそうなんですね。みんな XLR ケーブルを使っているそうです。このマイクっていろいろすごいところがあるんですけれども、もともとあの MKH416 っていうマイクがありまして、そちらはですねプロの映画とかテレビの現場で使われているような、価格も15万円ぐらいするマイクなんですけれども、そちらのマイクの弟分っていう感じで 3.5 ミリのミニプラグでつなげるようにしたマイクがこちらなんですね。で MKH416 にはないローカットスイッチがついていたりとか、より左右の音を拾いにくいっていう評判のマイクなんですよ。当然音質的には差があると思うんですけれども、それでも MKH416 の3分の1以下の値段で買えちゃうっていうことなんで、かなりコスパはいいマイクなんじゃないかなと思っております。そんな感じです。でここまで聞き比べていただいて、やっぱりゼンハイザーの MKE600 がいいんだけど、さすがにちょっと高すぎるって思われた方もいらっしゃると思うんですよ。そういう方に朗報なんですけど、今度3月11日にですねゼンハイザーから新しいマイクがリリースされることになっておりまして、そちらが MKE200 っていうモデルなんですね。でそのモデルはもうモバイル向けに作られたマイクらしくて、周波数帯はこの MKE600 と変わらない 40Hz から 20kHz となっていて、かなりね音質は遜色ないと言われているんですよ。それはねちゃんと使ってみないとわからないんですけど、特にこういう演奏系の人は音にうるさいと思うんでちょっとは違うとは思うんですけど、かなり優秀なマイクらしいんですね。そちらもしかもそちら電池駆動じゃなくてちゃんと電源供給もしてくれるらしくて、かなりね軽量で使いやすいマイクらしいんですね。私も気になってるんですけど、今のところ購入する予定はないんですけど、そちらね多分1万5000円くらいで販売されると思うんで、そう MKE600 はちょっと資金的に難しいけど音質はかなり気に入ったっていう方はですね、そちらの MKE200かなり要チェックなんじゃないかなと思っております、ね、YouTube とかにも動画じゃんじゃん上げていきたい方とかも今増えてると思うんで、そういう方にはですねこのカメラを良くするとかいうよりも前に音質を良くすることをおすすめします。結構ねカメラいいもの買わないとって思われる方もいると思うんですけど、 iPhone とかスマートフォンの画質でも結構いけちゃうと思うんですよ、その辺は。だけど音ってかなり差が出るところだと私は思っていて、かなりねかっこいい演奏とかかっこいい動画でも音が割れてしまったりだとか、すごくノイズが入ってたりとかするとなかなか聞くのがね難しかったりしちゃうんですけど、映像は少々荒かったとしても音がクリアでめちゃめちゃ高音質な感じで聞こえてくると、すごくそういうチャンネルって見られるんじゃないかなって私は思っております。なので私もねずっと iPhone で撮っていたんですけれども、まずカメラを買うより先にマイクを買ったわけなんですよね。で今年に入ってからはカメラもやっと買うことができたんですけれども、そんな感じで私が一番おすすめするのはこのゼンハイザーの MKE600 っていうマイクでございます。下に商品のリンク貼っときますんで、気になる方はぜひ Amazon のページ飛んでみてください。詳しい情報などもそちらに載っていると思います。あと新発売される MKE200 のリンクもあったら貼っときますね。あとロードのビデオマイクロの方も貼っておきますんで、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということで今日は私が愛用している外部マイクのお話でございました。
ちょっと音質を改善することによっていい感じの動画を作ってみてはいかがでしょうか。ということで今日も最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回のウクレンチャンネルでお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。